はい、皆さんこんにちは、アポロンです。今回もポケモンファイアレッドをプレイしていきます。さあ前回ですね、このクチバシティのジムリーダーマチスを倒して、今回はまた次の町に行くところからですね。はい、じゃあ進んでいきましょう。でまずね、こっちかな、うん、あ、ディグダの穴、ここ通って、うん、あ、長い洞窟ね。まあディグダがいても全く意味ないんですけどね、はい、まあディグダが出てきますよということですね。じゃあちょっと倒して進んでいきます。あ、そして、こいつですね。僕覚えてます、ほら、オーキッド博士の字は。わからないなポケモン図鑑が10種類集まってるようなら、秘伝マシン、05を渡すように。あ、10種いるかな。はい、はははあ、なんか捕まえてこないとダメなんだ。なるほど、ちょっと捕まえていきましょう。はい、ということで、ちょっとね、ポップを捕まえてきました。多分ね、あの空を飛ぶとかでも必要になると思うんで、はい、一応確保ですね。てか、まだ捕まえてなかったんかいっていう。さすがこの縛りプレイですね。はい、じゃあもらいましょう。はいはい、ようやく10種類で。これ種類もっと増やしていかないとダメなのかな。ですね、このフラッシュがまた必要になるんで、はい、じゃあ進めていきましょう。はい、そしてね、10番道路の岩山トンネルまで来ました。まあこんな感じで花出していいから東に来たっていう感じですね。ということで岩山トンネル攻略していきましょう。ここでね、さっきもらったあのフラッシュがね活躍してくれるんで、その前に覚えさせないといけないな。誰に覚えさそう、フラッシュね。あ、結構、あ、みんな覚えられるんだな。じゃあこいつヤギリ覚えてるから、バタフリーにするか。バタフリーいらない技あるか。あ、そうそう、風起こしも覚えたんで、どうしよう、超音波もいるし、いるよな。ってことはまたパラセクト。いや違う違う、これはまあフラッシュ諦めて、パラセクトちょっと申し訳ないんだけど、もう一個覚えてもらうか。毒、吸血もいるしな。吸血もいりますよね、これ一本できついだろう。毒か、いやしゃないなこれ。よし謎の拡大画面ね、もうなんか医者みたいになってるけど。はい、でフラッシュ覚えましたよと。じゃあこれ使って明るくしてね。よし、で進んでいきますか。ちょっと、あ、なんかいますね。暗闇の中でずっと待ってんのかな。もうこいつ警察に突き出した方がいいだろうフラッシュ使ってなかったもん。これはこれは警察行きだな、サチオ。怪獣マニアはいいんだけど、外でその格好すんなよ外でこの格好するからな。あ、結構強いぞ、意外に硬い。骨コンボ、うわー結構強いな。ちょっと、あ、ミスミスター怒りを打とうとしてんだけど、うわ最悪だ、負けるかも、気合ダメ。怒らないちょっと、これ怒りでバシンと怒って、ちょっとボルテージ上げていかないと。よし、怒っていこう。今ボルテージ上がったかやばい、死ぬあ、あったあった、ようやく死にかけてんな。よし、さあそれでヤドンか。ヤドンだって一発かな。ヤドンって怪獣なの知らないんだけど。よし、あ、一発ではねえか。はい、つけましたよ。ヤドンかわいいな。お疲れヤドン。まあこんな感じですよね。破れたのか他人事だな。はい、じゃあこんな感じで攻略していきます。はい、そしてようやく出口かな。結構トレーナーいましたね、10人以上いたかな。あ、またトレーナーいんの。え、ここはなんだ。いやいや知ってるけどまあ確かにそうか。あ、もうちょっと下に行ったらシオンタウンに行けるんだ。はい、じゃあ行きましょう。はい、そしてシオンタウン。あ、ここはね、
礼拝のちょっと幽霊イベントもあるんですけど、それはまた後かな。じゃあここは多分通り過ぎていくだけなんで、今は、隣のタワムシシティに行きましょう。はい、そしてタワムシシティ着きましたね。とりあえずポケモンセンターに行ってまず回復からしましょう。で、ここはそうだな、あれだな、ゲームコーナーに行くんだったっけな。よし。あ、なんかロケット弾うろついてますね。ゲームコーナーは、あ、これかな。でね、あ、いたいた。こいつ、俺はこのポスターを見張ってるのだ。邪魔をすると、痛い目に合わせるぞ。この人、ちょっと店員に言わないと。ロケット弾ね、こんなやつに入店できんの？よし、パーフェクトで。まあ、ここはね、普通に殴っていけば倒せると思う。よし、もう一発ですね。怖い顔。これ攻撃力めっちゃ下げるやつだったっけ。あ、素早さか。あ、マジか。これいやいぎりこれがあるんだよな。さつまいば。うわ、マジか。なかなかラッタに苦戦してる。レベルが10も低い。眠らせとくべきだったかな、手堅く。よし、ズバットはバタフリーにやってもらおうか。もう本当にね、このバタフリーの念力とかに助けられてますね。あの岩山トンネルでもめちゃめちゃね、石つぶってとか多かったんで、念力がないとちょっとなかなかね倒せないという状況でした。で、はい、軽くやっつけて、よし、タッパーで、このままではロケット団のアジトの存在がバレちまう。ボスに連絡しなくては。あ、そっち行くの？え、ここじゃなかったっけ？あ、そうですよね。押して。あいつはどうやって行ったんだ、ここに。あいつ普通に、あれだよな。階段じゃなかったよな。アジト。これアジト。じゃあここ攻略していきましょう。さあ、そして。ちょっと奥の方にいたこの下っ端やっつけると、開きましたね、エレベーターの鍵。はい、これでエレベーターの鍵が手に入ったんで、さらに奥に行けるかな。はい、そうしてエレベーターで最下層まで来て、こっちかな。あ、いますね。なんだ、あ、こいつは2人とも倒さないといけないんだ。じゃあ倒していきます。はい、倒してドアも開きましたね。でちょっと麻痺になってしまったんで、それを直して、はい、しびれ取ってですね、あとちょっとレベルが上がって覚えた技、エスピアがね、はい、この追い打ちっていうのを覚えたんで、あんまりこれ使うチャンスないかもな。一応ね、悪のタイプの技を覚えました。で、はい、バタフリーがね、この念力の、上位互換の再起構成を覚えたんで、これはかなり使えるのかなと思いますね。あとはまあこの風起こしと、はい、もうこの2つの体制でやっていきたいなと思います。で、スピアに持たせているのはこのダンジョンで手に入った黒いメガネですね。悪タイプの攻撃が 1.5 倍になるってやつかな。はい、をつけましたよと。あと並び替えとくか。まあ、パラセクトは下がってもらって、バタフリーでよし、行きたいなと思います。まあ、若干ダメージは食らってるんでしょう。おー、ですけど、いけるでしょう。ほほう、こんなところまでよく来た。世界中のポケモンを悪巧みに使いまくって金儲けするロケット団、悪いな。で、リーダー榊だと。私に歯向かうなら痛い目に遭ってもらう。おお。わははは、榊。イワーク、いきなりイワーク。あ、でも OK。 ここはね、バタフリーで成長したところを見せたいな。まず眠り粉な。超音波いらないかな。イワークとかね、倒せるのバタフリーだけなんで、マジで。他のやつはね、ろくな技がね。よし、再起光線。よし、イワーク完封ですね。いや、ほんとバタフリー強いわ。こいついなかったら無理だもんな、このイワークとか石つぶてとか。で、最後、うわ、榊相性悪いな、これ。
いや眠り粉で、よし、ここら辺は運いいですね。しっかり眠らせて、眠らせて、多分岩系は防御力高いけど特防は低いでしょう。だからこの再起構成がかなり刺さる。よし、大丈夫かな。あ、でもサイフォンは多分地面系の技が多いから、岩アクのね、 岩落としがやばいんですよねあれがめちゃめちゃ通るんで。ガルーラ、あ、ガルーラではじゃあスピアでいっか。アクタイプの技ってノーマルにあんま良くないんだったっけ。オーガルーラ、まあここではね、よし、怒りでいっか。メガ進化はないんでガルーラもそんなに。うわ、メガトンパンチか、メガトンパンチか、やばいかも。素早さ逆転されたの、やばいぞ。ガルーラめっちゃ強いぞ。パラセクト、ここはよし、みんなで頑張ろう。マジか、メガ進化ないはずなのに。あ、大丈夫だ。なんかやたらあいつが食らったな。メガトンパンチが強いのか。よし、眠らせて吸血で、いや、フラッシュ連発っていう手もあるからな。あんまり食らわないようだとフラッシュ連発しよう。やばいかもこれ、こいつ強いぞマジで、こいつ強いぞ。うわぁ、マジか。あ、よかった。なんでそっちを撃つの。優しさかな、このロケット団のボスに。優しさってある。いや、フラッシュ2回ぐらい決めたいですよね。こいつ硬いわ。何フラッシュフラッシュふざけんなよマジで。え、ナイスナイスナイス。え、なんでこんな当たらないの。フラッシュって何パーセントだマジで。やばいぞ。うわー、死んだ。え、どうなる、こんな強いの。死んでるなこいつら。まあこっからですよね。いやー、やっぱバタフリーだけだわ頼りになるのこいつだけだわ。で、え、何これ、やばくない。え、いくつ食らって今死ぬこれ。ちょっと待てよ、いい傷薬あるか。いや、すごいの方がいいな。やばくないガルーラ、噛みつく。よしよし、2回に一度の、よし。いや、やばいぞこいつマジで。なんなのこれ。うわ、おかしい。ガルーラって寝ないのかな、そういうのある。え、特性あんのかな、こんな大きいのかな。じゃあ混乱で、ガルーラって特性発動したって言ってないからな。よしよしよし、眠らせて、これで起きたら多分特性ですよね。あったっけな、特性まで。わあ、よかったよかった。おかしいだろ、うん、悪すぎでしょ。で、最高戦で多分特防は低いんじゃないこれ。あ、硬くないか、なんでこんな硬いのガルーラって。これでメガ進化なんかあろうものなら完全に殺されてますねうわー、やばい、睨みつける食らったかな。よし、起きないよな、起きたら死ぬぞ。わあ、よかった。え、次で死ぬかな、回復しても。あー、もう一個あるか。いや、情けねえなこれ。え、どっちだ、一発で死ぬかな。こっちは一発で死ぬんだけど、よし、かけた、急所、子供に打て、子供に。あ、よかった。うわ、すごい傷薬使わなくてよかったな。マジか、こいつこんな強いのガルーラって。あ、君はとても大事にポケモンを育っているな、そんな子供に私の考えはとても理解できないだろう。いや、誰も理解で、普通の人だったら理解できないだろう。ここは一度身を引こう、君とはまたどこかで戦いたいものだ。あ、帰りましたね、なんか置いて。あ、で、このシルフスコープがあると、あの幽霊イベントを攻略できるんで、はい、手に入れることができましたよと。はい、ということでね、今回はこの
ロケット団のアジトを攻略しました。いやー、ガルーラめっちゃ強かったですね。なんであんなあいつ硬いんだ。うん、このスピアーとね、パラセクトが、はい、病院送りにされました。で、相変わらずね、このバタフリは外優等生で頑張ってくれましたね。うん、でもやっぱり防御が低いから結構食らっちゃったのかな。あ、みんな防御低いっぽいな。あ、パラセクトが唯一マシか。スピアほんと防御低いな。特防はそうでもないんだけど、はい、こんな感じでね、まあめちゃめちゃガルーラにボコボコにされましたよと。はい、そしてね、次回はまた幽霊イベントと、はい、そしてこのタマムシティのジムリーダーとも戦っていきたいなと思いますので、また次回ね、どういう展開になるか、はい、お楽しみにしてください。それでは今回の動画はこれで終了にします。ご視聴ありがとうございました。今回の動画面白いと思った方は高評価とチャンネル登録、あと動画説明欄にある Twitter のフォローなど全てお気につながっておりますのでよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。アポロンでした。